でもギシさんはもうね、はい、ギシさんはもうなんか別にね、普通の爽やかな沢登りっていう意味だよ、1回目だよ。1回目だって不発だし1回目こなしればもうね、大丈夫ですよ。カヨちゃんは初で、初だよ。緊張緊張してなさそうに見えるけど、めっちゃ緊張してるよ。まだどういうのか分かんないもんね。海パンが腹立つね。なんか舐めてる腹立つ。まあまあまあ、いやでもほら、なんか見つけやすいじゃん。え、なんかあっても見つけづらいよ。そう、なんだよこれ、なんかジャングルみたいな。まあ確かにお花がいっぱい咲いてるからね、見つけやすいでしょ。なんかそうね、まあでも乗らないといけないときはあるから、気をつければ大丈夫。あとこれね、こういう岩も結構たまに滑る。たまに行くと、こういう景色が見れます。はーい。見れます。みんなあんま感動しないけど。全然余裕だね。なんかこういうところも、あの落ちた時に下が深いかどうかとかで、その危険かどうかっていうのを考えながら、なんかこう落ちてもこういう滝壺だったら最悪死なないから、でこういうとこがない高いところだともうちょっと気をつけたい。じゃあこれはあそこまで泳いでいきます。いける？泳ぐ多分せつってこの脇を捕まえながら行けばいけると思って。どこで登ったんだろう。なんかね、無理やり登りました。ここで無理やり登ります。そう。で、その間結構水が冷たいから、寒いから。寒いとか一切今ない。いや、日が差してめっちゃ綺麗だよ。ね。まあ、あれ上行ってもいいし、あそこまでへつって行ってもいいし。どこを取り付いているのか先生わかりませんね。今、まあ、あれを使って。あのロープで上に上がるってこと、まあ、いや、あれはね、多分ターザンみたいな感じで、あそこに来ないんですけど、でもまあ泳いじゃってあそこ登ってもいいし、ああ、もうモロシャワー、はいはい、暑いんだったら泳いだ方がいいかもしれない。
あるよ。もう一個上に上がると多分この辺が掴める。おいいね、いい。おいいね、いいね。抜けないけど。そう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 。すごい。いいね、さわ
上げてすごいね、いいよ、いいね、すごいよ。感動のゴールです。やったーゴール、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こっちこっちだ。こっちですか。お疲れ様です。ゴールしてきました。どうですか、楽しかったですか。めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったですね。はい、ありがとうございます。でも楽しかったですよね。うん、めちゃくちゃ楽しかったよ。あ、本当に楽しかった。そして今もまだ汗を垂らしてないっていう自分に感じて本当汗が垂れてます。汗がね、うん、涼しい。確かに沢最高。沢最高。沢最高。